最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立ったペペロンチーノ。ペペロンチーノ先頭、2番手はメルセデス。先頭を捉えるか、川内さんとまだ後ろ、懸命に前を追っています。最後の追い比べ、先頭はインジャグループ。インジャグループ抜けた、レタールースが押しなります。インジャグループ、インジャグループ1着。2着にはどうやらレタールースが勝ったのはインジャグループ、見事な勝利です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはファイブルライド、セカンドマドンナ。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくセカンドマドンナ行きました。続いて前へ行くのはシャープカット、さらにはファイブルライド、12番シャイニングマジック。その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。もう一度先頭から先手を取ったのはファイブルライド、その隣にセカンドマドンナ、ハートコンダクト、すぐ後ろオレンジの帽子シャイニングマジック、その後ろ、その隣にベスト K ポイント、その外にアイルトンショット、青の帽子シェーンクラフト、その後ろすぐ隣にフィッシュサミット、スーパークリーク。この位置です。内からはマンハッタンマーシャル、最高峰にマルーリングメーカー。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最高峰までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から見てみましょう。さあ先頭はシャープカット、ファイブルライド、ほとんど差がありません。シークレットポーラル、3番手スーパークリーク、いい位置です。さあここからどうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭はマンハッタンマーシャル、シークレットコーラル先頭、2番手はマンハッタンマーシャル、追いすがります。スーパークリーク、いい足。ここから勝負をかける。シークレットコーラル先頭、差はほとんどありません。シークレットコーラル先頭、一気にアイルトンショット、アイルトンショット、アイルトンショット1着、2着は微妙です。勝ったのはアイルトンショット、見事な勝利です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ファッションミラクル、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダイタクヘリオス、前に行きそうです。サドンコート、それに続いています。さらにはファッションミラクル、14番ハイエデン、その後ろ前に戻りましょう。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはファッションミラクル、1番ダイタクヘリオス、2番手を追走、すぐ後ろにサドンコート、ダブルレッド、そのうちに続いています。その外にハイエデン並んで、13番ハニーベスト、セイントルーデンス、この馬もこのグループ、すぐ隣にアロハドレード、その横にハワイアンゲーリック、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。この辺りで先頭が変わりました。ダイタクヘリオス、ここで先頭が入れ替わりました。ファッションミラクル、ダイタクヘリオス、2番手に控えました。最後の追い比べ、先頭はダイタクヘリオス、突き放しにかかります。2番手はファッションミラクル、ファッションミラクル必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m、 ダイタクヘリオス先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れました。2番手はアロハブレード、ダイタクヘリオス独走、ダイタクヘリオスぶっちぎりです。ダイタクヘリオス1着、2着はアロハブレード、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ダイタクヘリオス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあいよいよ直線の攻防、最後の追い比べ、先頭はダブルシェル、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手は河内トリビュート、あと 200m、 河内トリビュート伸びてきた、残り 100m、 河内トリビュート先頭、2番手はヒシスチール、河内トリビュート1着、河内トリビュート完勝、河内トリビュート1着、2着はヒシスチール、これは桁外れの強さだ、河内トリビュート。カーブして、さあこれからです。先頭変わってアドマイヤゲーム、アドマイヤゲーム先頭、2番手はエアゲーリック、あと 200m、 アドマイヤゲーム先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はアドマイヤダスト、やはり強い、アドマイヤゲーム、アドマイヤゲームゴールイン、アドマイヤゲーム1着、2着は微妙です。アドマイヤゲーム見事1番人気に応えました。カーブして、さあこれからです。ここで先頭に立ったイクノサンセット、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手は河内シルキー、先頭を捉えるか、さあジャニス一気に来た、残り 200m、 先頭は河内シルキー、残り 100m、 河内シルキー先頭、ジャニス追いすがります。シルクスタイル、シルクスタイル、シルクスタイル1着、2着にはどうやら河内シルキー、シルクスタイル見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。さあ直線コースに入りました。先頭変わってミュージックタイム、しかし後続の足色もなかなか